内定取るために面接で話せるとかそういうことが重要、うん、性格診断のツールどう使ってます？いくつか、まあ、合格もらえた後に、うん、じゃあ本当に自分に合う会社ってどこなんだろうっていうところで、うんうんうん、次のフェーズ選ぶっていうところに行くと思うんですけど、それを納得して決めきるためにはどういうふうに自己分析すればいいですか？環境の深掘りが大事なんですよね。自分が一番成果を上げた環境、あるいはマイナスだった環境、この2つでその環境条件を深掘りしていくっていうのが大事だと思ってますと。例えばね、例えば幼少期、小学校、中学校、高校それぞれで一番嬉しかったことっていうところで、回答で小学校イギリスのホッケーの試合で MVP に選ばれたことって書いてると思うんですけど、はい、ホッケーはどんな環境だったんですか？でどういう環境だったかということについては、うん、先生が厳しくてできないとガミガミ言ってくる人だったので、はいはい、まあ、それに対して答えないとって思いで自分から積極的に仕掛けたりして動くようになりました。チームメンバーはどんな人がいたんですか？正直始めた時点では私より全然上手い人たち、体格的にも大きい子たちが多かったです。 それに対してはどう思ってたの？最初はちょっとへっぴり腰というか、うん、こんな中でやっていけないなと思ったんですけど、うん、私はすごい怒られるのが嫌だったので、とりあえずやんないとって思いで気にせずやってました。メンバーに対して勝ちたいって思いはあったんですか？少なからずあったと思います。それで頑張れたみたいな、はい、っていう感じで深掘りしていくと、例えば監督がガミガミ言ってくれる、これってどちらかというと強制的に叱ってくれる、それが正しいのかな、正しかった、そうですね、はい、納得できたっていうことが大事。ちゃんと厳しいんだけど自分に対して納得感のあるフィードバックをしてくれるっていう環境って大事だよねっていうのが見えてきたし、メンバーは自分より優秀だったりとかのメンバーに囲まれた方が自分のモチベーションが上がりやすいとかっていう環境なのかもしれないじゃない、っていう人の条件が出てきた。それだけで2つ出てきたよね、もう。確かにっていう感じで喋っていく。でも今の多田さんいないとできなくないですか？まずはその組織の条件っていうのを、環境条件っていうのをしっかり出すことが大事で、さっき俺はフレームがあったからそれで質問してるのね。 4P っていうフレームを使って質問をしていて、何かというと人の軸、ピープルの軸、2つ目はプロフェッション、やっていること、事業内容とか業務内容とかの話で、3つ目がフィロソフィー、哲学とか、だからミッションとか組織風土とかで、4つ目が制度、プリバレッジって呼ばれるもの。この4つの因子が条件が重なって自分のエンゲージメント、組織に対しての満足度が高まるっていうものなんだけど、就活の中でも使えるフレームだと思うから、俺は最初に人から聞いたのね、ピープルで。どういう人がいたの？だって監督もいるじゃない、メンバーもいるじゃない、他には親御さんもいるかもしれないし、でいろんな環境があるわけじゃん、 OB もいるじゃん。これは出すの簡単でしょ？だってできますね。そうそうそう、うん、どういう縦のつながりだったの、うん、断絶してんのが嫌だったのとか、サークルに置き換えると全然分かりやすくなるのよね。ってなったら会社で見たら、あ、こういうことだなっていうのを横展開で考えるだけなの。それは頭ひれないとダメっていうのを今同時にやったから難しそうに見えただけ。別に誰かに質問してもらわなくても、うん、この人とどんな内容だったかと、風土、環境と、そうそうそう、まあ、制度、ルールがどれぐらい縛られてたか、そう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 、例えば留学の制度とかもそうかもしれないし、制度って結構難しいんだけど、学校のルールとかあるじゃない、あれはもう極めて嫌だったっていう人がいたりとかするわけよ。なんで制服着ないといけないのって反発しまくる人っているわけじゃない、ああいう縛られるのが嫌だってなったら、縛られるルールがある環境は向いてないよねとか。確かに、いやでも分かりやすいな、うん、人とかだったら例えば先輩との上下関係がすごい厳しくて嫌だったなと思ったら、そういう会社行ったら終わりじゃん。終わりです。過去の自分が経験したことをなぜ使わないっていう話。じゃあ選ぶの質問って、うん、いろいろ答えすぎなくてもいいってことですかね？そう、答えなくてよくて、どっちかというと自分がパフォーマンスが上がったあるいは上がらなかったっていう環境がどこなのかっていうのをまず作る。例えばその一番上がったのどれだろう、一番成長したでもいい、他の環境でもいい、3つぐらい出してもいい。この中だったら小学校の話ですね。イギリスのホッケーの話なんだ、はい、イギリスのホッケーの話を深掘りつつ、ここの深掘りが終わったら他の環境を見てみて、あ、ここ一緒やんっていうのが出てきたりとかするから、共通語探っていくっていうの、あ、じゃあこれ重要な軸やなみたいな、なってくる。重要度が他の経験からも分かってきたり、新しい軸が生まれたりする。すごいね。いや本当に納得してますもん。納得する。それはよかった。気になる質問として、自己分析がどこまで
続ければいいのかっていうのがまあ疑問に思ってまして、うん、まあ、結局深掘ることって永遠にできると思うんですけど、うん、それってどうすればいいんですか。まず面接通過したらもういいんじゃない。自分の強みとか弱みとかの話、受かる自己分析に関しては自分が喋れるという土台が立てれたっていうことだからね。あとは自分がそれをいろんな会社があるから過去問を見てそれに合わせて話すだけだから、ここまでで大丈夫って状態になる。だから過去問に対して、あ、これは答えられないかもなものに対して準備するだけで OK になってくるよね、っていうのが受かるっていう話で、選ぶっていう話でいくとこれは結構無限にあるから、自分の納得感による、あの比較する情報による、比較する企業の数によるし、就活の納得感って自分が出会った企業数とその自分の出会った企業の環境をどれだけ言語化できて比較したかっていうので決まると思うのね。会っていく企業それぞれに対して言語化をしていかないといけないから、これは無限に続くと思う。でその中で決めるっていうのが難しいの、就活の。確かにだからこれは難しいと思う。これは無限だと思うし、自分が覚悟を決めるっていうのがすごく大事で、はい、メリットデメリットがあるわけ。デメリットに関しては文句言わないっていうことを決めることが就活の覚悟なのね。文句言わないっていうことは、会社に入って飲み会に誘われました、その時に愚痴を言わないとか、そういうレベルね。このことに関してはもう決めてたから知ってたし、例えば上下関係が厳しいっていうのは知ってたし、自分はここで成長してきたっていう過去の環境があるからこの会社に決めたんだっていうことをちゃんとメリットデメリット比較した上で、メリットが傾いてこれに関しては文句言わない、デメリットに関しては文句言わないっていう状態を作ってやっと決めたっていう状態になる。だから無限には続くけど最後は決めの問題。これ入社後もなんか後悔しないためにすごい大事ですね。めちゃくちゃ大事。1年目頑張れるのってそれでしかないからね。なんで入ったからか、そう、なんかちゃうなってなったら1年目からつまずくから、つまずきますね。そう、もういいやってなってくるってなったら、成果が出なくて昇進もなかなかできなくて、機会もなくて面白い仕事にありつけなくてっていう悪循環に入るから、だからすぐ会社転職しようって話になってくる。けどスキルないしどうしようかなとかっていうのに悩み始めるっていう構造になるのよ。未来につながる大事な自己分析、みんな頑張りましょう。昔の経験、例えば、うん、今小学校の話結構したと思うんですけど、うん、幼稚園だとか小学校の話って、うん、汎用性あるのかなって、いろんなエピソードを見て、うん、いろんな環境を洗い出してみるっていうのがすごく大事。もっと早く知りたかった